ございます。ちあこです。今日はですね、またしても天気が悪いんですけど、ソードマレーのオープンレースに行きます。オープンレッスンですね、毎日やってるんですけども、毎日ね、別の先生が、レッスンしてくださります。で、今日はですね、私の、ソーダバレーの大先輩である、末原雅宏さんのオープンレッスンなので、今日はですね、その雅宏さんのレッスンの様子を、ちょっと撮影していきたいと思います。もう外で撮影してる時に限って雨やし。で、今日はですね、レッスンが終わりましたらバレーショップにお買い物に行きます。そろそろね、新しいレオタードも欲しいなと思いますので、なんかいいのあったらいいなと思います。というかもうね、これが欲しいっていうのはもう見てるんですけど、そんな感じでね、今日も一日頑張っていきたいと思います。それではオープンレッスンに行ってバレーショップ行くのルーティン行ってみよう。出てきへん。やっと着きました。と言ってもね、西大橋の駅から出て5分ぐらいかな。もうね、駅近です。はい、入っていきます。おはようございます。すいません、今日ですね、撮影させていただいております。よろしくお願いします。消毒消毒。はい、はい、大丈夫ですかありがとうございます。衣装がたくさん置いてあります。こんな感じでね、ちゃんと消毒して、検温もね、やります。ではちょっと着替えたいと思います。おはようございます。本日レッスンしてくださる末原雅宏先生です。よろしくお願いします。お、太陽くん、なんか、いや、ちょっと待って、カメラ見てない。お願いします。お願いします。ちあこです。よろしくね。ありがとうございます。ではお邪魔します。かなさんめっちゃ早いですね。で、3月14日にラプリマベラコンサートっていう発表会が、はい、どこやったかな、新大阪のメルパルクホールであるんですけども、今日はですね、その本番さながらのリハーサルが、レッスン後にあるらしくって、かなりね、人が増えると思います。ユニバじゃなくなってるやん。せやろ。あ、でも中ユニバあるんや。おはようございます。始めましょう。ウォームアップは6番からです。バーに向かって右足から踏み4つ、1、2、3、4つしたら両足でプリエ、肩を上げてローラー縁の上に上げて、今からですね、照明合わせといいまして、その本番さながらのリハーサルで、音響さんとか照明さんとか、はい、
いらっしゃってのリハーサルがあるそうです。パセの練習、ね、難しいパセ止まるねんやんバリされんだ使うでこれいや可愛いみんなまみちゃん衣装着いひんのみんな可愛い衣装が頑張ってくださいね頑張ります、はい、ポッキャラじゃないんだけど神様いい神様そうそうそう何踊るんですかみんなナポリですナポリです頑張ってください頑張りますということでレッスンが終わりまして今からですねバレエショップに向かいたいと思いますのでまた西大橋駅に向かってます。今さっき載せたリハーサルの映像をですねちょっと音付けで載せれているのかは今ちょっとわからないんですけども、この作品ですね朝言ってた3月14日にあるラプリマベラコンサートっていう発表会で、踊る演目、作品です。で朝寝レッスンしてくださった、末原正宏先生振り付けで私もちょっとね見させてもらったんですけどもめちゃめちゃ楽しい、はい、作品やと思いますので、もしお時間ある方ですね3月14日、プレモベラコンサートぜひぜひ見に行ってください。正宏さんのレッスンめっちゃシンプルなんですけどシンプルだからこそいつも自分がいかにごまかしてやっているのかっていうのがね分かってしまって毎回自分のできなささにあーってなってますいつも。でオープンレッスンもね毎日先生が違うんですけどもでいろんな先生受け入れるのってやっぱりいいと思うので、はい、私もですねちょこちょこ来ておりますので前にですねご質問いただいててこれは誰でも受けれるんですかっていうねお声があったんですけど誰でも受けれますので皆さんぜひぜひ受けに来てください。じゃあちょっと、心斎橋まで一息なんですけど電車に乗っていきます。じゃーんバレーショップ到着しました。本日ですねシェリーバレーショップ様にお伺いしたいと思います。で心斎橋の7番出口を出てすぐのところにあるんですけれども、向かい側にですねこのオーパの、キレイ感があります。ではですね早速中に入っていきましょう。何階やろ3階。去年の夏もね、シェリーバレーショップさんにお邪魔させていただいてでレオタードなどねいろいろご紹介した道具があると思うんですけれどもいやもうキラキラやな。いやーではお邪魔します。いや多分私が持っているレオタードもありますね。やっぱ可愛いな。お邪魔します。失礼いたします。お久しぶりでございます。お久しぶりです。元気ですか。元気です。おかげさまで。だいぶラインナップ変わりまして。そうなんですね。はい。不動の人気のデラロはやっぱりデラロさん。貸していただいています。私もちょっとこちらをチェックさせていただきまして。ちあこちゃんが着ていただいてるこのグリーンのやつ、はい、すごい人気で、はい、ディスプレイにも結構させてもらって。これ本当に可愛いですよね。ありがとうございます。大好きです。いやーということで。選ばせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。とね、私がちょっと目星をつけていたのがありまして、このレオタードがすごい可愛い。こんなレオタードも可愛い。なんか面白いレオタードもありますね。あ、こんな鮮やかなレオタードも素敵。あとはラッキーレオのレオタード、こんなも素敵ですはい、たくさん購入させていただきました。ですねまたこれは別で動画にするのでどんなレオタードを買ったのか楽しみにしていてください。それではですねそろそろお家に帰りたいと思います。風がすごいからちゃんと声聞こえてるんやろうか。いややっぱりレオタード買ったら幸せな気持ちになりますね。またこの買ったレオタードを着てレッスンするのが楽しみです。では今日はもうお家に帰ります。それでは本日もご視聴ありがとうございました。レッスンの様子とあとですねお買い物してる様子も楽しんで見ていただけましたらぜひぜひグッドボタンよろしくお願いします。
ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。